こんにちは、アンジェリークトロワ。続きをやってまいりましょう。よろしくお願いします。やるよ。あと88日、エリア88っていうね、名作がありましたが、さて、では日曜日が終わって、明日からどの曜日じゃあ遡ってどうする、編集室が、前回通行のミス、デートで通行のミスありましたね。ああそういうことか。1599だったんですね。前回ね、エルンスさんとのデートで幸福度が1600以上あるかどうか聞かれて、そうだ、私1300の倍、300の倍だから600って思っちゃってたんだな。1低かったですね。そうか。いや、せっかくね、直前見てたんですけど、あれ、さらっとしか見てなかったんですね。ということで、平日のデートはどうやら、ね、前話した通り、ああいう感じの、その散策する感じではなさそうなので、まあ少なくともどの曜日には確実に幸福度見ておきましょう。あとね、あとは、それが出たってことは、それが出たってことは、これもあるってことですよね。例えばエルスさんだったら、自分は誰が好きかどうかもちゃんとチェックしたの。一応これメモしてあるんですけど、例えばルバ様、エルスさんはルバ様とチャーリー、ルバ様が好きでチャーリーが苦手って書いてあるけど、あ、変わってないです。大きくは、ちょっと一回見ていいですか。あ、でも週末に見た方がいいかな。大きくは変わってないですね。あ、ここが変わってる。エルンストになってる。っていう感じで、オスカー・クラビス。ちょっと、ごめん、実況動画としてあるまじきことしていいですか。あ、実況動画としてあるまじきことしていいですか。今書いていいですか。まあ、ちょうどね、あと、まあ、確認にもなります。振り返りましょう。方位って。経緯がやっぱ上がるんだな。でも経緯の上がり具合も、まあ、その時の相性とかにもよるんでしょうけど、なんかキャラクターに合ってるかな。真面目にやってるからジュリアス様は経緯が上がりやすいのかなと。リミエル・オスカーで、リエコトラシュ、マルセル・ゼフィルで、経緯がとても高い。だからリミエル様も同じですよね。相性もあるんでしょうが、いや、まあ敬意がね、どんどん上がっているのは嬉しいですけど、そろそろ好意も上げていきたいですよね。で、私の実況プレイを通じてオリビエ様とはね、ちょっと折り合いが悪いんですけれども、今回は仲良くできるでしょうか。今回は教官の皆さんと仲良くやっていきたい、メルちゃん。あ、ということで、チャーリーだけでしたね。チャーリーさん、前回リミエル様が仲の悪い人物だったんですけど、エルントさんに変わりましたね。こういうとこ大事ですね。だからこれデートで聞かれる可能性があることがね、前回判明しましたから、こういうとこで、ね、さすがアンジェリークでしたね。さあ、というわけで、どこまで話したっけ。今日前置き長いですね、ごめんなさい。で、明日からは、あ、もう月曜日話そう。月曜日デートかもしれないし、寝よう。おやすみなさい。じゃあ一週間頑張るぞ。ちょっと来週真面目ゆびこで行くつもりなんで。あら、誰かしら。どうぞお入りください。あ、ルバ様、ゆえこ、ちょっといいですかね。あれか、エルンストさんと同じ時のやつか。お話ししたいことがあるんですけど、日向のおかげまでご一緒しませんか。
ルバ様、ルバ様に断るわけがないでしょう、あなた。この選択肢愚問です。いらないです。聖者作者の方、ご一緒するに決まってますから。はい、ご一緒します。そうですか、嬉しいですよ。それじゃあ行きましょう。ゆっくり歩くんだよね、この世界の人たちは。そう、突然誘ったりしてすみませんでした。でもたまには外でのんびりと空気を吸うのもいいものですよ。それじゃあこの辺でゆっくりお話でもしましょうか。いいお天気ですね。お出かけ日和っていうのはこんな日のことを言うんでしょうね。いいな、公園でね、まさに春の盛りにね、陽光を日に肌に受けながらね、歩いてみたいもんですが、まさにそれをやっている今。そんな日にこうやってあなたと過ごすことができてとても嬉しいですよ。ゆげ子、あなたって本当に不思議な人ですね。女王の品格を備えていながら、こうして一緒にいるときはとても身近な存在に感じさせてくれるんですから。まあね、銀河先にちょっとアンジェリークのヤムウェンリーと言われているルバ様からね、まるでユエコのこともヤムウェンリーのような感じだと言われてしまいましたが、それは今の陛下も同じなんですけど、あなたはまた違った輝きを持っていますね。私たちに安心感を与えてくれて、この天気のように曇った心を晴れやかにしてくれる、そんな気がします。本当に素晴らしいと思いますよ。あなたの育成が一体どんな結果を生むのか、私は今からとても楽しみなんです。ああ、ひょっとしてのんきなこと言ってるなぁなんて思ってます。でもですね、切羽詰まった気持ちの時にいい考えなんて浮かびませんからね。こういう時こそゆっくり構えてなくちゃいけませんよ。単に私がのんびりすぎているだけですかね、ルバ様。いや、まさにね、もう自分自身にも言われたような感じのことをルバ様に言っていただきましたね。毎日毎日せかせかしすぎだよ、ね、何でも効率を求めちゃいかんよ、ストレスがたまるばっかりだ、そうじゃない時間を過ごすのも大事なんだって言われましたね。じゃあお考えはわかりますけど、やはり生産性と効率性というのものを大事に考えなくてはいけないのではないでしょうか、ルバ様なんて言うわけないだろ。のんきすぎます。いや、これでいきましょう。まあ、これはこれでね、そうですよね、で、いいのかもしれないけどね。で、私も肩の力を抜いてみます。抜くの大変なんですよね。ちょっと肩の力抜いて。コントローラー元。ああ、安心しました。うまく伝わったかどうか心配だったんですけど、分かってもらえたようですね。私ももう長く守護聖をやっていますからね、多少のことでは驚かなくなってしまったみたいなんです。あなたはまだ女王になって日も浅いですし、毎日が驚きの連続でしょうけど、私は信じていますよ。きっとどんな困難も踏み越えて良い結果へと導いてくれると。ですから、いつもマイペースを忘れず共に頑張りましょうね。はい、ルバ様。よかった。本当は女王のあなたにお説教しちゃったみたいで、ちょっと心配だったんですよ。私の話を素直に受け止めてくれてありがとう、ゆげ子。ああ、もう少しのんびりしていたい気もしますけど、そろそろ戻りましょうか。部屋まで送っていきますよ。
では。私の話を聞いてくれたこと、嬉しかったですよ。ありがとう、ゆげ子。それでは、私はこれで。ルマ様。さあ、今日も一時間待ちを。まあ、ちょっと余韻に浸らせてよ。ああ、やっぱりルマ様いいなあ。もうアンジェリークのヤン・ウェンリーことね、まるであれでしたね、今日の話は。ちょっとね、ちょっと思い詰まって、ちょっと悩んでいるユリアンに対して、イゼール・ローンの講演でね、優しく語りかけるつもりでね、自分の住む位置についてさりげなく教えてくれているヤン・ウェンリーのようなね、まさにそんな感じでしたね。やっぱりルバ様は、ヤン・ウェンリーが転生したのか、ルバ様が転生してヤン・ウェンリーになったのか、そんな気がします。さあ、頑張れよ、頑張ろう。おはよう。今日もいい天気だね。さあ、では肩の力を抜いたところで、今日はね、バリバリお勉強をしましょう。で、なんか持ってるだけでいいやつは一体何の効果があるんでしょうね。こう、やっぱ初見プレイの楽しさですよね。ノーヒントだからさ、何がどうなるかわからないし、何が待ってるかわかんない。これが今正しいのか正しくないのかもわからないっていうのは、確かに怖くもありますし、ゲームオーバーになるかもしれないけど、それはそれで面白いし、初見じゃないとこう二度と経験できないですからね、初見プレイって。その面白さがありますよね。これ何があるの。じゃあ、で、一回ティムカ様のところに行ったんですよね。だから、まあ、全体的に、ビクトール様とセーラン様のところちょっと、お勉強、一日一回でもいいけど、まあ、昨日みたいにね、訪問あるかもしれないから、ちょっと、徹底する。で、大丈夫だな、幸福度、いいよな今考えなくて。で、前回も話しましたけど、相性じゃない、守護聖様同士の親密度上げが今私ちょっと効率的、それこそ効率的な感じでできてなかったみたいなので、今まで。ですので、ちょっと一旦ロビー活動やめて、なんか育成 してる中でなんか協力プレイを見る瞬間があるのかな、むしろそれを待ちましょう。ちょっと誰と誰が協力プレイしてるのか、まあ、もしかしたらキャラクターが元々の関係性だから、まあ、大体お察しでしょみたいな2人なのかもしれないけど、ちょっとそれ分からないので、今回ちょっとロビー活動しばらくやめて勉強する。いや、もう勉強に次ぐ勉強にしようかな。だからもうできるときに勉強しようかな。あれ、お疲れ様。あれ、あれ、全然違うところでしたっけ。どんな建物だったっけ。あ、いないのか。あ、いないのか、そうか。じゃあちょっと一回戻して、いるときにビクトール様、いない。二人ともいない。じゃあ、勉強はとりあえずビクトール様で、あれですね、そろそろ、お話ってやつやってみたいですよね。だから、もうルバ様攻略したくなっちゃうよ。じゃあ、そういう時には限っていない。プレゼント、あ、そうか。で、ただプレゼントあげに行くだけってのもありなのか。そうだよね。今週はちょっと余裕があるから、ちょっとお店の、あ、いっぱいな。品揃えでも見ていくか。で、大流商店行った後に、いるかな？よし、ビクトル様いた。よし、これで今日は勉強、買い物、勉強ということで、それじゃ、行ってらっしゃい。行ってきます。どう
なんて言うんでしょうね、80年代の終わりのちょっと渋めのバーで流れてそうないいですねこれ。さてヒトル様、よく来たな。これからまたしばらくお前の教官を務めることになった。よろしく頼むぞ。ごめんなさい、もうしばらく経ちますけど、ここでのご挨拶をすっかり忘れておりました。どうしたいんだ。学習をさせてください。勉強をさせてください。では学習を開始するぞ。いいか、 OK。 よし、始めよう。精神、それはどんな苦難をも打ち破る最強の刃。目を閉じ、心を沈め、ただ一点のみに集中せよ。さすれば光、炎、鋼の器はおのずと開かれる。開かれろ。はい、開かれた。ちょっとだけ。今日の学習はここまでだ。よく頑張ったな。またいつでも来いよ。もう帰るのか。もっとゆっくりしていってもいいんだが。そうも言ってられんか。お前の元気な顔を見ると気持ちが晴れ晴れする。また来いよ。はい、ありがとうございました。ハード。気をつけて帰るんだぞ。さあ、お店行こう。うん。さあ、いい曲。あ、もう機嫌よくない。かわいいお客さん、いらっしゃい。今日もじっくり見てってや。どないしよう。チャーリーにプレゼントあげてもいい。お話もな、楽しみだな。まあ余裕のあるときには誰かにお話ししよう。まずはね、主商品。さあ今日もええもん揃えてますぜ。ね、またパイか。パイ、筆ペン。何これ、月長いし、月の満ち欠けについて本宅の変化する宝石よ。もういや、もうアクセサリー系はみんなオリビー様が好きなのかなって思っちゃうけど。でも石関係好きな人はパッと見、あ、メルちゃん綺麗な石好きだ。ちなみに筆ペン、簡単にもう質の字を書くよ。お洋服を汚さないように。筆が好きな人なんていたっけ。はっきりと書いている人、はっきり筆とは誰も書いてないね。プレゼント今1個余ってるんですよね。これほぼ間違いなくメルちゃんかな。メルちゃんプレゼント、まあでも、まあ、今どちらかといえばね、メルちゃんにプレゼントしたいけど、どちらかといえば守護聖様にプレゼントをあげたい気持ちなきにしもあらず。あとそろそろ生地持っておこうかね。え、持つだけ持っとこうか、パイ生地。じゃあそうしましょうか。パイ生地でええんやな。決まり、前だり。もうええやろ。しまなものを片付けたいんやけど、あ、やっぱりハートビートが低いから早く帰って。はい、ありがとうございました。ほな、さあ勉強勉強。あれあれ、私間違えてた。ごめんなさい、私ビクトール様とセーラン様のところに行くつもりでしたが、間違えてました間違えてました。申し訳ないです。まあでも2回来たらどうなるかの実験をしましょう。お前か、なぜだかよく会うな。ごめんなさい、あのプレイヤーのミスです。どうしたいんだ。そうか、学習で2回できるの1日に。え、じゃあできないのじゃないかな。あ、でもだってやってみましょうか。でできなかったらこの辺行きゃいいんだ。あ、できる。ちょっと待って。あ、何度でもできるんだ。重ね掛け可能？そうか。それはなかなか興味深い情報を知ってしまったな。重ね掛けができるんだ。へえ。じゃあでもまあ学習一回したから、じゃあこうプレゼント送ってみますか。なんかなんだかわかんないものがあるからさ。風呂敷好き？大丈夫かな、ビクトール様。あ、でもな、裁縫道具が嫌いだって言ってたからな。まあ裁縫道具じゃないけど、風呂敷あげてみようか、ビクトール様に。それともお話する。いや、
それとも、もう1回学習する、いや、あえて、じゃあ2回学習したらどうなるか見てみよう。それだ。では、学習を開始するぞ。いいか？はい。よし、始めよう。精神、それはどんな苦難をも打ち破る最強なれば、はい、朝聞きました。目を閉じ、心を静め、ただ一点のみに集中する。さすれば、光、炎、鋼の器は、おのずと開かれる。あ、やっぱ上がるんだ。重ねがけ可能。今日の学習はここまでだ。よく頑張ったな。またいつでも来いよ。そうか。だから、いろんなとこ行って、ちょっとずつ上げるよりも、ちょっとこれ一気に上げたいって時は、育成とかもね、ここ集中したいって時は、一日に何回も行けるってことですね。あ、これは一つ勉強になった。もう帰るのか？もっとゆっくりしていってもいいんだが。そうも言ってられんか。お前の元気な顔を見ると、気持ちが晴れ晴れする。また来いよ。はい、ありがとうございました。ハート、2回も来てしまってすいません。でも、たくさん収穫。ありがとうございます。今日はいい収穫言えましたね。2回 OK。だもう、極論すれば3回も OK なんだろうな。もう一気に上げたいとき。なるほどね。さあ、ということで、いろいろありましたが、情報確認。とりあえず人物見てみよう。いやー、楽しかったー。私から見ようか。私って、でも私の情報ってここ少ないんだよね。特に見ることないよね。はい。ちなみに、大牛座大型、私自身の、ものですと、ちなみにですが。もうすぐ誕生日なんだよね。で、何チェックしよう。特にチェックすることもないかもしれないけど、まあ、ざっくり、じゃあ今回は数字だけ見ようか。あんまり変化なさそうですよね。大きな変化は。まあ、とりあえず表示してみておきますが、まあ、上がってる人は上がって、いやー、どうだろうな。上がってる人は上がってるかな。そうだね。例えば、ルバ様なんて、あれ、100以上の人2人もいたっけって。うん。1人ね、ラブフライじゃないや。ロビー活動したけど、やっぱり変化あるな。うん。なんかそれぞれやっぱ交流してますね。うん。了解でございます。で、あれ買ったよ。あ、結構学習いっぱいすると、こう、学習して、あんましてないと差がはっきり見えますね。上限に。で、こんな感じです。まあ、全体になんかみんなご機嫌にちょっとなりつつあるけど、下がりつつある人もいる。で、いかがなりだった？ビクトル様の経緯が一気に上がったかな？今回のため。で、これを使うのはまた翌日になってからかな。風呂敷な誰にあげればいいんだろう、これ。あ、でもこれやっぱ絹で作っただからね。あのティムカ様あたりがそれなんかおしゃれに、むしろこれなんか着こなしそう風呂敷をそんな感じのね。やっぱ絹が似合う気がする、ティムカ様って服が。わかりました。あ、いずれにしてもちょっと時間が来てしまいましたね。また細かい、これからのことについては次回お話しすることにしましょう。いや、今日もいろいろな収穫があってね、イベントもあって楽しかったです。皆さんもね、最後まで見てくださいますと、とてもありがたく存じる次第です。ではここまでね、ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは、失礼します。